イミヨの食料品店。ちょっと皆さん来ましたよ。僕の最初の挨拶で数百人から数千人ぐらい戻るボタン押された気がするけど、戻った方もそして見続けてる方もごめんなさい。はい、しょうがましかったですね。うん、久々よこれ。はい、で僕がね主人公のつぐの日絶叫しびとっていうのがね今年販売してるんですが、それを除いては結婚年ぶり経ちましたよね。久しぶりだよね。はい、そして今回先行でプレイさせていただくことになりました。ありがとうございます。嬉しいよね。なんか今回のつぐの日の舞台は閉店後のスーパーマーケットらしいよ。めっちゃにぎわってるけどね今このタイトル画面めっちゃにぎわってる。はい、やってみましょう。時計が反転してるね。どういう感じ、意味よってどんな風になっていくの。主人公3人いんのかな。うわ早速こんなになるの。はい、継ぐの日になる前からやべえじゃん。なんかハマグリみたいな手がいっぱいありましたね。閉店後のスーパーでは、イミヨに飲み込まれぬよう、速やかに退店してください。はい、わかりました。こんなルールがあるバイト先嫌よね。みんな、それでも時給が8000円とかでもやります。はい。あ、待って、履歴書すげえ作り込まれてる霧立ちゆみさん。最初のタイトル画面に行ったかな？どうなんだろう。はい。新人バイトさんだね。この辺、あ、結構書かれてますね、この辺。ネクストデイマートって言うんだね、今回のこのスーパーは。ここで働きたいと。自覚してる性格、趣味や得意分野など。なんかこういう長所とか書くみたいなの、すごい気まずいよね。はい。いろいろ書かれてますね。ハキハキした性格。アルバイトも全力で取り組みたいです。平日は放課後の5時から9時で出勤できます。ほう。放課後ってことこれ、学生組チャンスなんですね。母国語でちなしてね。17歳だもんな。やっぱこういうのなんか見るのいいよね。楽しいですよね。僕見ちゃうんですが。はい。ストーリーが、あ！やっぱこれ3人操作するんじゃない？ストーリー気になる方はね、ちょっと飛ばしてください。はい。この子はあれだね、15歳。はい。私はアイドルを目指していて、一人暮らしをするためにお金を貯めたいと思い、偉いね。アルバイトをしたいと考えました。はい。私と同じ名字の目黒という場所は芸能人が多く住んでいて、運命を感じたからです。はい。ネクストデイマート様、近所にあるので通いやすいと思いました。はい。私は可愛いものが大好きで、チャームポイントはお下げです。早くお客さんに顔と名前を覚えてもらうように頑張りたいです。趣味は六方全書を読んでます。アイドル目指しながらなんか弁護士を目指してるとかそんな感じかな。すごくない？でも絶対気になっちゃうよね、プロデューサーの人とか。はい。すごいな、長所というか。平日、20時から21時で出勤が可能。多忙なんだ。土日は入れません。もしモデルの仕事が入ったらお休みさせてほしいです。おー、強気だね。これエンターって何？あ、すげえ、ズームできる。はい。わー、すごい。読みやすいね。でももう読んじゃったわ。読んじゃってますね。はい、次行きましょうか。よいしょ。あ、採用通知書だって。受かりましたね。やった。俺、ここで働くわ。明日から。はい。バックヤードまで来てくださいと。うわ、おしゃれね。操作説明がここに書かれて。では行きましょうか。いや、楽しみだね。はい。左クリックで進んで、あとは左ボタンで進むと。いつも通りですね。あ、待って前の作品似たよね、今のお母さんと娘。お父さんがとんでもない格好になっちゃうやつさ。懐かしい。はい、最初の履歴書の子が来ましたね。ユミさんだったっけ。美味しいビスケット。怖っ。パッケージがめちゃくちゃ怖いビスケットからぞ。はい。ビスコ的な感じ。さあ進みましょう。いろいろ見ていこうか。うわ、すげえ。おー、なんかちょっと怖めの雰囲気の奥さんがいますね。まあ、怖めに書かれてるからな。行きましょう。焼き芋がある。あ、つぐの日くんって言うんだこれ。はい。あ、ちょっと待って、下のカートにいるぞ、ほら。はい。ああいうのあるよね、乗り物風なさ、買い物かごというか。はい。いろんな飲み物もあって、お客さんもいらっしゃって、今回人がいっぱいいるね。なんかこう意外と隙間とかから見てるとかあるかな、今回も。なんかタイトル画面といい、一番最初から飛ばしてくる感じありそうじゃない今回。あ、セリフになったぞ。霧立先輩、誰か来ましたね。はい。
後輩ちゃんから、あ、そうだ、はい、アイドル志望のメグさん、メグお疲れ様、もう仲良くなったのかな。今日はお店の人数足りてるから私たちは上がってほしいって店長が言ってましたよ。すごいハキハキしてんなメグちゃん。本当？それじゃあ帰ろう。一緒に帰るんだ、仲いいね。はい、どつかれたらどうする。嘘、なんかちょっとそんな感じだった。一瞬なんか殴られたのかと思った。はい、びっくりした、今一瞬本当想像当たったのかと思った。ちょっとメグ怒られるよ。なんかいいね。はい、一緒に帰りましょう。あの鏡の中のさ、主人公絶対変わるよね。心配すぎですよ。はい、リアル。お客さんに見られたらどうぞ。見られてるよ。この距離やばいぞ。ガン見レベルに近いぞこのおじさんと。はい、私は構いませんよ。うん、そうなんだね。めぐちゃんイケイケだな。はい、あ、店長。うん、あ、店長お疲れ様です。お疲れ様です。元気だな、めぐちゃん。キリタシさん、また万引きが増えているので不審なお客さんがいたら教えてください。はい、万引きは犯罪です。うん、はい、わかりました。ジェスチャーうぜえな。あなたの番ですの管理人さんみたいな指の差し方すんな。うん、目黒さん、勤務中はちゃんとしてください。はい、それじゃあ今日は帰っていいからね。どうもお疲れ様です、店長。店長はこれから、メグ、さ、行きましょう先輩。すごいな、メグどうした、超好きじゃんこの先輩のこと。意外と逆なパターンもあるかもしれないよ。好きと思わせてやったでどん底に落とすみたいな。はい、いやー作り込まれてるね、いいなこれさ。いろんなあのコーナーが今書かれてたじゃん。なんかコーナー1日ごとに変わったりすんのかな。うん、身支度を整えてお店に出ましょう。よく見てるね。これ実際どうしたんだろうね、これどこで情報収集したの、このなんか裏側みたいな。はい、メグ今日もお疲れ様。店長、万引きが増えてるって言ってたけど本当かな。ねえ先輩。何？私見ちゃったんです。なんだろう。え、何を？その行為、万引き行為かな。この前閉店後の店内で閉じ盛りチェックしていたら、あ、そっちね。確かに見たんです。鏡から青い手が出てきてお店の商品を持っていった。なるほど、万引きは例の仕業なんだ。うん、はい、これさ想像で今映ってんの、あの手は。万引きが増えてるのきっとあの手が原因なんですよ。3D を超えてる、出てきちゃった。はい、やだなメグはそんなこと言って。冗談なんでしょ。信じませんよねこんな話。どうしたのメグちゃん、霊感があんのか。なんかいろいろ特技あるよね。あ、ねえ先輩一緒に帰ろう。これさメグちゃん取り憑かれてたりすんじゃない。どうなの。うん、田中ロッカーの鍵持って帰れ。メグ本当なの。どうなっちゃうのこれ。主人公も取り憑かれちゃうのかな。どうなんだろう。はい、桐立由美さん。次の日、はい、あー閉店後、うん、終了のチャイム鳴り響いておりますが、はぁ、あ、遅くなっちゃった。商品が一個足りねえぞ。ほら、もう閉店か。帰ろう。大丈夫っすかこれ。
来るかな。た、後ろの何？なんかいたよね、今。すごい怖いな。はい。怖いんだけど、今覗いてたぞ。はい。美味しいビスケットの方が怖い気がする。なになになに？うふわははは。クレーンゲームがいる。すごいすごい。自動で動いてんだ、あれ。なんか、継ぐの引くんと被っちゃっててね、今の例。ややこしいな、このスーパー。本物か偽物かわかんない。あーって継ぐの引くんを UFO キャッチャーすんなよ。持ってっちゃった。いろいろ取るね。上にいるぞ。はい。ちょっと落とすな、お前。やめろ。なんでしょう。さすがに気づくでしょ、噛んだし。大丈夫か？はい。この音は何？つけられてるよ。大丈夫かい、主人公ちゃん。警察先輩！なんでしょう。やっぱメグこれさ、持ってかれてるよ、多分。メグ、お疲れ様。暗くて怖いし。早く帰りましょうよ。あ、でも取り憑かれてないか。なんか早く帰ろうとしてるしさ、早く帰ろうとするってことは多分そうだよね。早く帰ろう。なんかこの閉店のチャイムも怖くなってますよね。毎回やるのこれ。いいけどさ。じゃあ行こうか。あ、来たぞ。鏡の中絶対からでも、ほら、なんか書かれてる。何のと。気づこう。振り向くっていう技を編み出してくれ。さっきは下に缶が落ちてたし、今鏡になんか書かれてますよ。私、暗闇が怖いんです。じゃあ閉店作業無理だね。でもやっぱ8時から9時のねところ選んだからね、このメグちゃんは。怖いんです先輩。そうか、じゃあ仕方ないね。ついてきなさい。あったっすね。待って、なんかいた今。手が浮いてたよね。はい、明日の品出しは、もうちょっとだからね、メグ。あ、クレーンゲームまだなんか冷めてるよ。賑やかだね、このスーパーは。逆にそれをさ、押し出したらどう？このスーパー。心霊スーパー。毎回怪奇現象が起きます、みたいな。話題になりそうよね。万引き犯に注意っていうポスターがあるから、左かすげえぞ、なんか。ハエが待ってる。なんか万引き犯、普通に人の万引き常習犯もいるんだね。このポスター的に。かもてんねえど。さとも？怖い。ここから出して、先輩。ここから出して。はい。どうなっていくの？食品売り場あたりにね、こんな生えたがってたらやばいぞ、このスーパー。早く休憩室へ行こう。めっちゃ万引きされてんじゃん。このスーパー。あ、待って。ブレーカー落ちた、これ。換気扇止まったよね。はい。この鏡絶対映る！来るぞ。せーの。はい。ああ、すんごい綺麗な顔。そしてなんか左側から鳴りましたよね。うわ！ちょっとやめてよ！チューチューがいっぱい待ってくる、これ。はい。今のゴミ袋から出てきてたのかな？そういえば、髪の毛は、びっくりした。今、右側のさ、後ろ髪が、別の人の髪の毛に見えた。髪の毛を後ろで縛って、機能的に。この写真のモデル、メグに変えてもらうように店長に言っておいてからね。はい。え？そうですか？あ、優しいね。これ、メグちゃん、モデル志望だからじゃない？やっぱり。だって、モデルになりたいって言ってたでしょ。優しい！それなら私よりメグの方が適任じゃない？先輩！ずっとついてくっす！なんか言いなさいよ。メグちゃん？どこ行くの？メグちゃん、左耳の耳たぶのほくろかのピアスかな？どっちでしょう？優しいよ。優しすぎるよ、先輩。あれ、どうした？メグ、どうしたの？
停電？ちょっとめぐちゃん怪しいよ、やっぱ。あれ？さ、行こう先輩。これやっぱ持っていかれてるよ、めぐちゃん。やばいよ。ゾンビ化した JY パークさんに多分取り憑かれてる。どういうこと？はい。トイレがあって、招き猫があって、靴が一足、盛り塩があるよ。うん。さて、これはどんどん進んでいいのかな？バックヤードかね？あ、店長！お疲れっす！この人を探してますってやるよ。うん。店長、戸締まりチェックが終わりました。はい。あ、桐立さん、残業してもらって悪かったね。いえ、大丈夫です。桐立さん、優しいよね。ねえ、桐立さん。何、近づかないで。目黒さんなんだけど、今日どうして来なかったか聞いてない。さて、鳥肌立った今。待って、あれ、メグって目黒さんだよね。あれ、ネームバッジがない。メグの。ちょっと待って。うわぁ、怖え。ちょっと待ってよ。行方不明になってんだ。メグ？じゃあ隣にいる人誰？目黒さん、昨日から家に帰ってなかったみたいなんだ。今日、ご家族から捜索願いが出されたらしい。そんな。うわぁ、真ん中の人は誰？うん、一緒にあの行方不明チラシにありましたもんね、この女性も。でもメグは今ここに。うわ、口がなんで釘刺さってんだよ。怖いなあ。あれ、私メグと。大丈夫か主人公ちゃん。指やめろ。クリタスさん、それ何持ってるの？うわ、メグちゃんに握らせられてたのかな。これ持ってたからああいう幻覚見たとか。何これ、どうして私こんなものを。うん、ハエが待ってるよ、捨てよ。落とし物ならお店で預かっておくけど。お願いします、頼みます、店長に託した。はい、お願いします。うん、どうなっちゃう？店長まずいんじゃない？うん、ちょ、目ないの怖いな。うん。メグが失踪した。うわぁ、びっくりした。怖いね、今回も。はい。次の日。やっぱ反転するね。さっきも時計反転してましたから。はい。また始まりましたよ。うん。あれ、これ見えちゃってんの？はぁ、消えないな。うん。店長、あの指来るかな？あ、店長。今日も残業してもらって悪いね。落書き消えた？消えないんすよ。助けてって書いてある？それが全然消えなくて。うん、手来てるよ。いやぁ、もうこれ。やめたいよ、もうこの店。あ、子供のいたずらかな。にしちゃ手込みすぎだろ、これ。あの、この落書き、鏡の裏から書かれていませんか？うわ、怖え。そんなことありえんのか？バカなことを言わないでよ。マジックミラー的な？うわ。怖いよ、もう。うん、そしてメグちゃんいます？店長。疲れちゃってますよ。大丈夫かな？はい。仕方ない。上から紙を貼って、目隠ししておいてよ。はい。わかりました。絶対剥がれちゃうよ。怖いなぁ。はぁ、あ。こんなんじゃ正義できないでしょ。ねえ、正義という防御。うん。美味しいハンバーグ。
焼き餃子。うん、G 増えた。めぐちゃんも荒ぶって、はい、増えちゃったね。はい、進んでいきましょうか。あの文字、鏡の裏から書いてあるような感じだった。どういう構造よそれ。マジックミラーだとしても見えないもんね、裏から隠れてたら。手すけて助けて。はい、声に出して読むと助けてって聞こえるんだよね。うん、助けてか、めぐちゃんの叫びだね。この主婦の人もいないからな、探してるって書いてあるし。てか、わら人形みたいなのいっぱい貼られてない向こうかは。おでこと眉間を中心にハエを回すな。すごいそれ。奥さんすごいですね。はい、これなら行方不明もすぐ解決しそう。すごい出てくるもん。なくなったよ。うん、あったはずのものがこういう風に変わったりするってのがね、意外と気づいてないけど他にもあるかもしんない。来てる来てる、誰やねん村吉さんって。はい、え、また停電。ライト、緊急のライトとかちゃんと把握してんのかな。優秀。あ、なるほど、スマホね。ブレーカーが落ちたの。すみますわよ、反転した世界に来てる。やばいぞ主人公ちゃん、黄泉の国や。来てる来てる、やばい。てかさっきのあの奥さんのパートさんが多分吉村さんかなかもしんないね。何、近っ。手すけて。で、照らしてるけど大丈夫これ。近い近い。やばい、なんだこれ。すごいなんか、ボルデモートの杖みたいな指の形してんね。はい。抜けう。なんだろう。抜けう？向こうじゃない。え、なんて。アバダケダドラされない、大丈夫よ主人公。それメグの名札。ああ、右手に持ってる。全然気づかなかった今。もしかしてメグが来てるんですか。主人公ちゃんもさ正気じゃないよね今。メイなんて言ってんだよ。むぎゃーい。ありがとうございます。ちゃんと通じてる。なんだよそれ。親切なのか威嚇してんのかどっち。ねえ、てか村吉さんじゃなくて吉村さんなんじゃないかな。はい、外国の。あの人外国の人。主人公優しいな。言葉が聞き取れなかった。はい、もう分かった感じで言ったんだね。普通に対応してんのすごいな。はい、あ、吉村って、うん、店長。鏡の中の世界か。あ、鏡ぶち割れば向こうか行けんのかな。さすがにそんなことしたら戻れなくなっちゃうかもしんないね。ああ、この人も釘が刺さっちゃってるね。みんなじゃん、やーべ、嫌だわここのスーパー。ここに来たらみんな釘刺さないといけないもんね。はい、どんどん進んでいきますよ。あー、招き猫も割れちゃってる。かわいかったのに。これは怖いですね。はい、お供え物もこれ破壊されて、塩もちょっと紫がかってますね。うん、メグカリカリすんなお前は。何してんだ。メグ？そこにいるの？うん、主人公大丈夫かな本当に。正気なのか正気じゃないのかよくわかんない。うん、てか主人公は名前反転してないよね。あ、開けるよ。はい、あ、光った、戻れるこれ。ひょっとして右へ行けないか。そう、俺のゲームだけね、なぜか左に進むゲームなのに右に進めるんですよ。異例な動きがあったんで、ぜひ見てみてください。うん、さあどうなっていくことやら。うん、あ、戻ってくれた、これぽい。あれ、うん、
戻ってる戻ってる。やったぜ。はい。うわ、なんかいる。スネープ、スネープ先生？相変わらず田中は鍵を持って帰ってないな。うん。目黒さんの棚が、え？どうなっちゃうの？なんか怖い声でも聞こえるよね、今。あ！うー、やべえ！見入られてるわ、主人公。ちょっと、返しすぎだよ。その行方不明書必要かな？君たちは。はい。なんかおかしい。もうずっと見られてるよ、ほら。怖え。あの企画の目だと、体とんでもなくでかいね。ロッカーの中？メグ？そこにいるの？開けるんだ。やっば！むげえうえって書いてあるね。店長、これ焼却してよ。これどうしてここに戻ってきちゃったんだ。右っか来てるぞ、なんかめぐちゃんや。むげえ、これさっき吉村さんが言っていた言葉。むげえ悪い。なんて言ってんの。怖いよ。はい。あれ、右進んでいない感じ。これメグが私に出そうとしてるの。でもメグはどうしてないの。いるよそこに。出てきてる。無視されてるから主張がどんどん激しくなってんだよな。怖い。帰ってください、頼むから。この日終わりか。次の日。次の日がまだ来ないね。いっぱい楽しめんじゃん。あ、字変わったよ。はい。あ、なんかいい曲。どうなっちゃったの。あ、待って、あの奥さんの子供がいない。マジか、繋がったね。そう、次の日繋がってるからね、世界観が。メグはこのスーパーのどこかにいる気がする。昨日のパートさんにもう一度聞きたいけど、誰に聞いても今は働いてないって。過去の人物としても扱われてるんだ、吉村舞さん。うん。ネクストで、はい。なんでしょうね。昨日の人、確かにこの人だった。うん、びっくりした。名札にあった吉村って、行方不明になった吉村舞さんなの。怖い顔がレベルアップしてんだよな。俺がよくやるサムネみたいになっちゃってんじゃん。ね、どうしてこの人がメグの名札を持っていたの。なんででしょうね。連動してこう連れ去るっていうのがここのスーパーのさ、なんかこう闇の世界の掟なのかな。どうなんだろう。もう一度探してみよう。探す場合じゃないよ、危ないよ主人公ちゃん。何だそれ。ハエか、近っ。ハエをこんな間近で見る機会ないよ、みんな。レアよこれ。うん、ちょ待って、来ちゃってんじゃんこっちに。何してんねん。出てきなさい。うん、そう、えらいえらい。はい、ここの焼き芋が全部腐ってる。はい、あ、腐ってんじゃない、ネズミだ。何やねんそれ。はい、向こう側の惣菜もおかしい。ピアノ惣菜。え、また停電だよ。また停電。ライト。うわ、ちょっと、もう嗣之日くん、タイムサービス。大変、ブレーカーが落ちたの。早く直しに行かなきゃ。
もう出た方が良かったんだよ。あれ戻ったと見せかけて戻ってない説が濃厚だよね、この主人公ちゃん。ちょっと店員さん、どうなってんのよこれ。確認してきますのでお待ちください。なんすか、その下打ちしないでくださいよ。照らしちゃいますよもっと。あー怖いな、帰れ、うん、お客は神って自分で思ってるタイプだろうな、やだわ。はい、何何、どんどん買ってくよ、うん、クレーム聞きまくってんのかなこれ主人公。あ、向こう側に助けてめっちゃ書かれておりますが、いるぞ吉村さん。はい、誰やねん隣の人。うわ待って、顔本当にレベルアップしてるよね、怖っ、すげえこの怖さ、きついわ、スクショしちゃったわ、うん、ゴミダメスーパーになっちゃってるね、いっぱいゴミ袋があった、うん、あ、タイトル回収来たぞ、この先に何があんだ。うわ、やっぱ過去の行方不明者事件の、これ、あれかな？多そうだわ。こんなにいるの？あ、違う、同じやつが貼られてるんだ。うん。メグじゃん。メグ！なに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 ？怖い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 。めっちゃ怖い！その感じで近づいてくんの？メグちゃん。眩しそう。メグ探したんだよ。くんなくんなくんな。また手掴まれるかなこれ。ああ。メグ。やめろそれ。アバだけでぶらつえ。休憩室に行くの。あ、でも言葉発しないもんねこの子。行きましょう。今までどこにいたの。めぐちゃん、あ、でも違う人もやっぱ書かれてるわ、さっき釘打たれてた人かもしんないね、うん、捜索願いも出してたのに、ねめぐ、やべえよ、なんで笑ってるの。ちょっともうこれ大変よ。はい、こんな感じだったっけ。うわ怖っ。ケタさん、店長、お店が停電して。それどころじゃないんだよ、この場所にしちゃいけない。え、でもメグが。優しいね主人公。メグメグラさん、まさかあの子がここに呼び寄せたのか。店長、メグがここに。いやー、出してくれ。店長どこ行くの。どこ行っちゃった。なんなの。行こうメグ。どこに行くの。お店の電気つけに行かなくちゃ。ちょっともう勘弁してくれよ、怖えっすよ。カリカリすんな、何してんだお前は。燃やすぞ。止まっちゃいましたね。一瞬これアクション止まるんだ。はい。また来た。うん、来たな。お前もか。やめてよ、急に来んのは。誰でもドッキリするからさ。待って。メグどこ行くの。明かりがないと大変よ、そっち。はい。ちょっと靴箱の中にめっちゃゴミが詰まってる。やべえな。うん。さあまた橋まで来ましたよ。ロッカー行くのかな。なんでこんな風が流れてんの。はい、左っかに流れてますよね。左っかに吹いてるか。なんだ流れてるって。バイルスネープや。メグどうしたの。後ろにもいっぱいいるよ。この人形をメグが私に渡そうとしていたんでしょう。私メグともっと話がしたいの。ここ開けるよ。主人公優しいけどまずいってそれは。
あー待って、入れ替わっちゃうんじゃないこれ。なんやそれ。うわ、変わった。え、なに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 。せば、え、言葉が戻った。え、これメグちゃん戻ったの。うわすごい。俺の1000倍すごい絶叫が来ましたね。はい。え、主人公どうなったのこれ。うわあ、直進や。メグ、メグ、どこにいるの。うわあ、ちょ、怖え。音でかくやってるからすごい怖えんだよ。次の日変わるか。読めねえ、全然読めねえ。うん、まだ続きますよ皆さん。うーわ、釘刺さってんじゃん。早くここから出ないと。早く行こうぜ。なんで光が怖い。早く出る方法を見つけなきゃ。これ出れるの主人公。マジって。はい、なんだこれ。あー、なんか溶けってことか。はい、今までの謎な分がこれ溶けるかもしんないね。うん、複雑。めっちゃ複雑だねこれ。しかも店長が書いてくれてんじゃん。シーンとボーイン組み合わせて言語化してるようだ、店長って書いてあるわ。はい、なんとなく分かりました。うん、分かるかな。ちょっとほんとざっくりいきますよ。一応皆さんも詳しく調べてみてください。あ、こっちにもありますね。はい、助けてだったら手助けて、うん、助けては最初 T じゃん。だから、T は手みたいになるのかな。うん、手助けて切りたら、あー、なるほどね。母音と子音を組み合わせて、ローマ字化するとこうなると。うん、はい、ムエグ。まあでもなんとなく分かりそうだよね。いきましょうか。てか主人公これ目持ってかれてて大丈夫か。大丈夫じゃないと思うけども、すみませんやばくうるさいね本当に申し訳ない。興奮しちゃってるんでね、楽しいあまりふがふがしちゃってる。失礼しました。うん、招き猫の割れてる位置が変わってんじゃん。うん、店長大丈夫ですか。て、店長喋るかな。キリタッチさ、そこにいるの。あの店長の目がログアウトしました。あ、店長、両目を、私も片目を潰されました。絶対笑っちゃいけない場所なんだけど、すげえほうれん草を行ってんだこのバイト先。やだわこんな報告、最悪だよ。傷が痛い。医薬品売り場から何か持ってきます。待っててください。救急車呼べ。うん、だから緊急的な対応だからこうやって主人公は持ってこいとしてんだろうな。仕方ねえな、待ってろボケ。うん、きついな主人公。あ、なんだお前、急に掴みやがって。主人公の言葉遣い時々暴れん坊将軍だから気をつけろ店長。ねえ、一人にしないで、連れてってくれ。一緒に行く。しっかり捕まってってください。優しいね。うん、俺だったら置いていく。うん、連れていくよね絶対。さあ行きましょうか。さ、待って、カゴの下やべえ、何あれ。コイン。行方不明になった人たちはこの世界に閉じ込められていたんだ。
急に語り出した。どうした店長。スーパーと似ているのに出口がないんだ、どこにも。うん。まだ生きてた人たちはネズミや生ゴミを食べていた。いっぱいいましたからね、チューチューが。そして死んだら。うわー、食べてる電話の人。もしそう死んだら戻れなくなっちゃうんだろうな。めぐちゃん、どこ行くの。先輩。今メグの声が。店長、メグがいましたよ。メグロさん、きっと彼女が僕らを呼び寄せたんだ。探さ。店長が拾っちゃった。探さなきゃ。行こう。てかもうそんなかばってる場合じゃねえよ、主人公。ああ待って、主人公のあのモデルの写真が、うーわ、髪の毛後ろで縛って、なんで目に釘刺さるのこれ。そこみたいな。やーべ、影動かしてるねこれ今。超進化店長。店長勝っちゃった。赤いコードと青いコードが目から出てます。大丈夫ですか。バイトのあのほうれん草に書き込んどきますね。店長の目からなんかケーブルがいっぱい出てるって、はい、あ、来ましたね。これを訳すのかな。よくわかんねえやもう。はい、でもなんとなくわかりますね。何人も行方不明にとかかなこれ。多分そうだね、になってるみたいな。ちょっとざっくりいきますね。詳しく知りたい方はね、皆さんもプレイして遊んでみてください。はい、タイトルのは平行世界。漢字はこれもう一瞬で分かるからね。平行世界なんだとかかな。知らないさ、行方不明者のポスターもやっぱいっぱいあるね。はい。店長どこ行くの。あ、消えちゃった。うつむいただけか。言葉がおかしい。全部おかしいよ。店長、しっかり。キリタチさん、向こうに明るい世界が見えるんだ。大丈夫なの。主人公、明かりがなんちゃらって言ってましたね、眩しい的な。もう闇しか見えないのに見えるんだ。何があるかわからないが、君だけでも言ってくれ。お疲れ様でした。はい。明るい世界。店長、ここで待っていてください。一瞬冷たいかと思ったら優しいな、主人公。はい。進んでいきましょう。あ、なんか来たぞ。連れてかれちゃった。はい。これは、マス、ん？よくわかんないっす。よくわからないんだけど、無慈悲なことが書かれている気がする。はい、明かりが見える。なんでしょうね、これ抜け出せんの、主人公。はい、現世。多分現世かな、おそらく。そうでしょうね。あーば、そうだ、現世、ここから帰れる。解読できてんじゃん。さっきのやっぱほうれん草があったから、主人公も分かってんのかな。どうなんだろう、俺たちに向けてのほうれん草かな、それともこの主人公に向けてのほうれん草でもあんのかな、さっきのあの翻訳。そう、鏡がいっぱいコレクションじゃん。あ、なに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 、抜けれるこれ。鏡の向こう側明るいもんね。いや、吉村さん、なんで。いや、大丈夫ですか。吉村、舞さん。舞さんって言うんだ。みんな釘刺さってる。なんでそんなになっちゃったの。はい、また来ましたよ。おめえおめえおめえ、お前は身代わりみたいな感じか。やべえぞ、吉村さんから逃げろ、主人公。身代わりだって、やば、諦めんの早くない。身代わりって、この人形
メグが私に渡そうとしてたんでしょ。ちょっと待って、すげえ嫌なこと思いつっちゃった。身代わり？あ、でも左上のさ、喫煙所が銃戻ってるよね。私が誰の？マジか、メグだ。メグの身代わり。先輩。そんな吉村さんから教えてもらったけどもさ、最悪だわこれ。おい、メグマジかよ。うわ、そういうことか。鏡の内側から、この異世界から変わり果てたメグちゃんが書いたのね、主人公の名前を。うわ、だから主人公ここ来ちゃったんだ。やべえよこれ。てか本当にさ、これお化けレベルアップしすぎじゃない？かなり進化してますよ。ごめんなさい先輩、ごめんなさい。許さないぞ。あ、ばばば、うちになる主人公ちゃんが出ちゃった。危ないですね。さあ行きましょう先輩。なんだよこれ、超つれ。メグが私を身代わりになんて、そんなはずない。ねえ先輩、一緒に帰ろう。そんなはず、メグが私を。さっきのオラ人形がいっぱい刺さってんね。俺が言うまでもないね、これは。セルフを発言するまでもない。うわー、行方不明者のみんなの目が俺のサムネになっちゃってる。怖いよ。鏡の向こうか、街が映ってる。うん、街じゃねえか、それ店だわ。なんか上空写真っぽく見えちゃったんだよねさっき。行き止まり、マジか。これ戻る方法ないのかな、主人公。これ救い合ってよ。現世って鏡にしか映ってないんじゃない？こんな怪我をさせられて不衛生な場所で生きられるわけない。あ、真ん中ていていって書いてある。ちょっとそれどころじゃないな。永遠の闇だって。うーわー、やっぱこれ戻れねえんだ。みんなケーブル出ちゃってる。現世に戻っても永遠の闇かなこれ。マジで、うーわ怖え、全員やべ。闇の中で現世呪え。闇の中で現世呪え。あ、そういうことか。メグちゃんは多分そうしてこの主人公を呪ってここに召喚したんじゃない？やめて。やめて！一応みんなさ、呪われながらも助けようとしてくれてんじゃない？この声は、この声誰の声だろうね。みんなが教えてくれてんかな。待ってこれ、どうなっちゃうの？主人公ちゃん。あー、何、終わり？うーわ、終わりっぽい。でも、これ、隠し要素がありますから皆さん。この後期待しましょう。うーわ、終わったっぺー。面白かった。毎回グレードアップしすぎだろ。すごいっす、アムシアンさん。あー、終わりましたね。はい、
どうなんだろう、この後なんか文字が出てきたりするかな、かもしんないね。一応エンディングの後も次の日はあるんで、しっかり見逃さずいきましょうか。制作アイムシアンさん、ありがとうございました。素敵なゲームをいつもありがとうございます。とても楽しかったですね。はい、あ、待って、メグちゃんいるよ。うわ、助けてめっちゃ書いてんじゃん。鏡に書いてんのかなあれ。あそこの鏡に書いてるから映ったんか。え、すごい今の顔がいっぱい。あー、終わった。アイムシアン、これかっこいいよね。あれ、いつもとちゃうやんこれ。はい、主人公か。あー、マジか。うわ、怖っ。あ、なんか喋ったよ。はい、私の声が聞こえますか。だね、聞こえますよ。牛蜜時、鏡の前の、あ、鏡の前に来てか。牛蜜時に鏡の前に来て、これや。先ほど言ったとあることってこれなんじゃない。皆さん、シークレットモード突入する。あ、セーブ入ったわ。え、これ続きあるよ絶対。どうなんの。あー、変わってるわ。あ、はい、あ、これあれだよ、メグちゃんが最後に返した裏側だ、やっぱ。うーわ、こっち側が現世ね。現世じゃねえか、メグちゃんが書いてる場所か。はい、もうタイトルですらないじゃん。すごいな。あ、待って、勝手に進んでる。待って、主人公現れたよ。はい、私の声が聞こえてますか。聞こえてますよ。待って、やばい、鳥肌がすげえ。そ、怖さとかじゃなくて、すごいねこれ。はい、かつて私はそちらの世界で生きてましたとかかな、生きていましただ。ですが異味用に捕まってしまったみたいな感じか。いつか現世に帰りたい。そりゃそうだよ、向こうの世界の人みんなそう思うよね。でも生きていた頃の記憶が曖昧なのです。なるほど。なんか曖昧、なんかちょっと暴走モードになっちゃう時と、ちょっと正気が若干取り戻す時があんだね。この異世界だよね。どうか現世で私を探してください。現世で私を探してください。この人を探します。吉村さんですよね。私には現世の言葉が分かりません。この中に私はいますか。なるほど、この中に私はいますか。いや違うよね、この中。なるほど、変えられる。すげえ、何これ面白。やべえ。誰やねんこれ。あ、さっき行方不明ポスター の背景にありましたよね、この方。はい、何枚か複製されてましたよ。やっぱ今までもうこう連れてかれちゃってたんだ。はい、これもズームできる。あ、できない。この人も現世からここに引き込まれちゃったんだ。はい、いや怖いよ、いろいろあるね。見ていけるんだ全部。え、待って、吉村さんは。よしよし。はい、あなたたちは私たちを探してくれてるんですよねとか、そんな感じか。ちょっと今探してますけども、人違いです多分。どんどん行きましょうか。はい、この方見ましたね。この人を探してます。はい、
このことは分からないね。いましたかさっき。うん。まあでも行ったんだろうね、背景に。母親と一緒に買い物に出かけ、行方不明になっております。うん。怖いね。はい。綺麗な女性ですね。それだけそれだけだ。あなたの感想ですよね、それ。ひろゆきさん出ちゃってんじゃん。やばいな。ひろゆきっつじゃん。この人を探してます。てか、この人いたわ、さっき。はい。なんか3列ぐらいのさ、先頭にいませんでした？初めに引き、なるほど、初めに引きずり込まれちゃった人だ。結構昔からそういうのが続いてたんだね、このスーパーは。やば。出てきましたね、このお顔。怖え。万引き犯に注意。これどう出るんだろう。はい。少ない写真で探してくれているのですね。どういうことだ、これ。はい。この人を探してる最中。普通に感想とか、本当にこの、行方不明とか手配書の、主人公なりの、本当に感想なんだろうな。感想とか意見というか。なんか変わる？はい。でもそんな変わんないね。次行っちゃいましょうか。うわ、いろいろ見れるね。すごいね。やべえよ。次行きましょうか。はい。どんどん見ますよ。はい。この人だけノーコメント辛すぎる。あ、来たぞ！メグ！はい。あ、終わるだって。こっちだったら済んじゃねえ。これは？唯一、この子だけが現世に帰れたのです。えで、先輩、一緒に帰ろう。一緒に帰ろう。どっちの意味、悪い意味かな、いい意味かな。でも結果として今は悪い意味になってるけどさ、何か大切な人。ちょっと待って、これ辛いわ。主人公のね、大切な仲いい友達だったからね、その記憶が残ってるみたいな書かれてますね。辛いぞこれ。終わる？うわ、終わるしかねえ。マジか。行きましょう。ちょっとこの先が気になる。私がいない。確かにこの子だけ、主人公ちゃんだけポスター、そのポップなこと言うな、俺。行方不明書がないね。私は誰なのですか？つれ。終わりじゃないよね。ちょ、待って。あるこれ。これ。あ、来た。ちょっと待って、これ進めんの？やべえ！主人公ちゃん来たぞ。はい。これは、現世にいた頃の私。なんか普通に解読してきてる俺。はい。思い出した、私のこと。そうだよ。めっちゃスラスラ読めてきてんじゃん。怖俺。そして、大切な、この子のことも、大切なこと、待って、これ裏切られたことも思い出した？確か、この子は、思い出したっぽい。はい。うわ、ちょっとゾクゾクすんな。メグは？うわ、お前は、身代わり、メグの身代わり。開いた口が塞がらなかった今。ありがとう。これまた引きずり返すんだ。今メグが現世にいるから。でもメグさ、現世にいても目がさなかったよね。どうなんだろう。思い出させてくれて
ありがとうかな。はい。この人形は私とあなたをつなげる絆。やべえ。メグちゃんもこれをやったんだよ、主人公ちゃんに。あなたが持っていたならば、私は現世へ帰れるかもしれない。この人形、メグが私に渡そうとしていたんでしょう。理由？さあ、なぜでしょうね。はい、みんな一緒に。素晴らしい。さて、戻れるのかな、主人公。今回結構慈悲あんのかな。はい、ずっと大事に持っていてくださいね。それを持っていれば私は、はい、どうなっちゃうの。うわ、出てきたぞ。戻ってる。現世の方に行きましたね。今俺たちが似てる方はこれ世界だよな。うん、文字が反転してたし。うわ、終わった。え、この後は？あー、終わりだ。え、これ開始したらどんなんだろう。ちょっとやってみましょうか。すげえ。面白い。タイトルですらない。うん。何回も言いますよ。はい。うーわ、面白かったけど怖ったね。一応スタートしてみましょうか。変わるかな。多分初めからだよね。はい。面白かった。すげえ。久々だわ。あー、終わりだ。うん。これさ、店長の手だったんだね。採用ってのも2枚あったよね、確か。あー、ありますね。うーわ、やば。はい。ということで、今回、数年ぶりにこちら配信された次の日、実況していきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。これなんか最初突っ込むかどうか迷ったけど、よく聞く曲。この店で流れてる BGM よく聞くやつ。うん。はい。ということで、まとめると、この美味しいビスケットが食べたいと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、お願いします。意味わかりませんね。いや、でも、冗談とか突っ込みね、めっちゃあったけど、はい、お付き合いありがとうございました。すごい楽しかったです。アイムシエンさんもありがとうございました。次が楽しみだね。はい、今回シークレット要素も見ていきました。いかがだったでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。